はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。ただいま、実家におります。雑然としておりますが、ホームスイートホームといった感じでしょうか。さて、今回は、自称 SNS マーケター、ツイッターマーケターの、X、社長という方が、いい加減、副業を怪しいと言っている連中はやばい。会社の給料もろもろ下がっている時代に、副業で、 稼いでいるものこそ圧倒的勝者であるという暴論を発信されていたので結論から申し上げます。副業は怪しいです。正確に言うと副業で稼ごうと言って情報発信をしてカモの人たちを寄せ集めてしこたまお金を稼いでやろうと考えている発信者の人たちの多くが怪しいです。だから副業は怪しい。 という一般的な声は間違っていないと思いますし、むしろ副業怪しいですと言っている連中はやばいと言っている奴がやばいと個人的には思います。ネットビジネス界でも,もう10年やらせていただいている自分がはっきりと断言しますが、特にマーケッターの人たちで真っ当な人っていうのは今まで一人しか会ったことがありません。 その方は鈴木さんという方なんですが、その方以外のマーケッターと呼ばれる人で、まっとうな人に会ったことがありません。最近、ガーシーさんの取り巻きにいる連中でもマーケッター何人かいて、超大型のネットビジネスのキャンペーンで、一緒に仕事をしたことがある人が今、ドバイに何人か住んでいて、私から見りゃドバイに逃げていて、相変わらずわけわからない発信をしてるんですが、そんな直接仕事をしたことがあるような、それこそ与沢さんの会社 会社の元社員さんだとかそういった大御所と今呼ばれるような人たちも含めてマーケッターの人はめちゃめちゃ怪しいですそしてそのマーケッターの人が発信している副業は怪しいと言ってる奴らがやばいという発言自体が一番怪しいと個人的には思うんですよね俗に言うジョジビジネス発信者だとか情報商材をやたらめったに売りさばいている人たちっていうのの何が怪しいかっていうとまずサポート そんなにしっかりしていないんですよね Amazon 物販関係でもそういうやからいますけれども多額の学費を取ってサポートがずさんだったりそれこそ自分で考えろみたいな形で一周してしまうだとかバサッと渡した PDF ファイルや何かしらの動画ファイルみたいなものを見て自分で進んでくださいみたいな形でですね手を抜く人があまりにも多いんですよあらかじめ用意しておいた資料やらなんやらをバサッと手渡して というか投げつけて、それでやっといてっていうのは無理があるし。 そもそも、そんなのバサッと渡して勝手に進めるような人なのであれば、多額の学費を支払わなくて独学でやったっ実績出る人だと思います。ここまでの話まとめると、結局のところ、副業自体が怪しいというよりは、怪しい副業を教える人があまりにも多い。人をかき集めて、カモをかき集めて、その人たちに自分の手法を教えた後、 バックエンドアップセルとして情報商材の売り方も教えます。 という、さらに高額のコンサルを後ろに用意して、かき集めた人たちからさらに搾取しようとしてるんですよ。そして、これのよろしくない点は、今まで被害者だったカモの連中が、今度は情報発信する側に回り、要するに被害者が加害者になり、ただでさえ中身がないような、わけのわからない虚像を構築して自分を大きく見せて、 金持ち投稿をしてタワマンだ、高級焼肉だ、ブランド服だ、自分はこんだけ金を持ってるぞアピールして、そのお金の引力に引き寄せられる、カモの人たちに吸い寄せられるほど、業界に疎いようなカモのカモみたいな連中を増産してしまうので、分かりやすく言えばポンジスキームみたいなものでですね、ポンジスキームで騙された人たちが今度はポンジスキームをやって人を騙すような、わけのわからないサイクルに になり得てしまうのでこういった全体像を俯瞰してみると、副業という言葉に対してある程度の抵抗感を持ち構えてしまう方は正しいと思います。 もちろん中には堅実にやろうとしている人間もいるし、自分もその端くれでありたいとは思っていますが、でももし自分がやっているアマゾンブッパー怪しいよねって言われたとしても、少なくともそれに対してギャーギャー言い返したり煽り返したりすることはしません。なぜならば、ジッパー人からげにそう思われることもいた方ないな。もちろん自分は自分の生徒だけではなくって家族だとか大切な友人の人たちに、 胸が張れるような商売をやっていこうとネットビジネスの世界の中で日進月歩精進していますが試行錯誤していますがその自分の努力どうこうはこっちの勝手な都合なので全体像を見た時に怪しいなと思う人がいるのはものすごく理解できます今回の話まとめさせていただきます私から見れば副業で稼ごうと言って ている人たちが、副業を怪しいと言うなんて、そいつらやばいよな。 っていう発言をするのは正直人苦労していると思うんですよね虚像ビジネスを行っているやから自分の存在を実物以上に大きくしようとハリセンボンのようにぷクーっと膨れている連中に共通していることはそのいくら稼いだとか自分はこれだけすごいんだって言っている金額や発言に比べてその人の器ですね人徳だとか人格だとか人の の大きさみたいなものが明らかに極端に小さいんです。だから私は医者じゃないんで彼らが病気だとは言わないけれども、ナルシシスティックパーソナリティディスオーダー、通称自己愛性パーソナリティ障害と呼ばれる人たちの症状のように、自分と違う意見に対して、なぜかやたらめった攻撃しようとしたり、自分と違う人たちイコール間違ってる、 で短絡的ににジッパ人からてて考えががちになってしまう嫌いがあるまた自分の発信に対して否定的なコメントが入ると自分の動画だとか自分の投稿を見てくださった視聴者の人に対して煽り返すような発言を平気で行おうとする。 ネット物販業界でもそういうやつ以前いたんですけれども、その人今どっか飛んで消えちゃいました。だからとにかく巨像ビジネスを構築する上弱ビジネス発信者の人たち、非常に下品な商売をされているなと個人的には思ってやみません。自分の元に集まってくださる方たちをグロすることでお金を稼ごうとする根端が全くよくわからないんですよね。 結局、我々にとって大切なのは、相手、自分以外の人たちに対する礼節だとか敬意だと思いますので、そういった煽りたかりみたいなことを行うことが、商売のやり方として真っ当なはずはない。 大見商人の格言にある通り、売り手よし、買い手よし、世間よしの状態とは真逆の方向に突っ走っていってしまってるんじゃないかなと個人的には思った次第です。今回の動画、もしよろしければ参考になった方、高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。通常はネット物販、中国のアリババから商材を買い付けてアメリカアマゾンで販売するというネット物販について具体的な講義をしてるんですが、 ちょっとね、今回は感化できない部分がありましたので、一言、長い一言ですけど、言及させていただきました。では、失礼いたします。